昔 TBS ラジオでね出前盆踊りっていうのがあったんですね番組だったか番組の中のコーナーだったかちょっとすいません忘れちゃったんですがね私人気があったんですよで私のうとね親戚付き合いしているその家なんですが幼稚園やってるんですよでこれ幼稚園行くんですよねであああの番組いいな出たいなって言ってたんですよねでたまたま私 この番組のスタッフ親しく来てましたからねこれこれこういうところもあるんだけどって言ったら「うわ助かる」って言うんですよなかなか探すの面倒なんだけど来てくれっていうのはうれしいなってね「じゃあまま」って言うんですが実はそのむしろその中央線のの国立の駅に近いんですよねこの国立っていうのは要するにあの国分寺と立川の間にできたから国立っていうんですがね この国立の駅からはむしろ近いんですよ国分寺よりも。でまあ早速こう来てくれたわけですよスタッフが。で番組うま取撮るだけだ。で引き上げたんですね。で私来てくれたんでね俺の電話入れたんですよ。そしたら「ああこちらこそ俺のね電話入れようと思った」って言うからあ「いやいやとんでもない」っどうだったって言ったら「いやもうすっかりね面倒をかけてね、えー、おかけたんでねいいの取れましたよどうもありがとう」って言うんですよね「ああそりれよかった」ったら「あそうだ」 あのね、稲賀さんね、稲さんちょっと気になったことがあるって言うんですよ。何言って聞いたらばまあその当時起こてですからねその国立駅っていうのはまあ有名なのは一橋大学があって大学通りがあってで、ね、これ桜並木が有名なんですよ綺麗でねその反対側になるわけだこっちはね、うん、ちょうど出口の方は。とこの中央線の下突っ切ってってかな上を突っ切るかしてで向こう側へ出てで甲州街道を突っ切って。 ですよねですからそのその時にそのあのねちょっとこう見ててね分からないんですよね大きな建物があるわけじゃないしねそんなねあの人が住むような家がたくさんあるわけでもないとこなんだけどちょっと道が面倒なんですよねでどうやらドライバーさん間違えちゃったらしいんだなあ今のようなねこうあれこれものがある時代と違ってねナビゲーションなんてないですからあれ参っちゃったなって。 そしたら、あのー、幅の狭い踏切で,た踏切で渡りゃ向こう行けますからね。何でしろ渡ろうやとなった。ところがこれね幅は狭いんですがねあの踏切道長さがあるんです結構ね。と言って止まっちゃったっんですよ。踏切の途中で。これは慌てた。でなそれはもう普通のね地方線も走ってますけどねえー、他にも列車も来るしあるこれ来るわけですからもし何か来たら大変だったんでみんな車降りて押したっつうんですよ。で 踏切り出たなと思ったら普通に動いたんですよね。でもその時スタッフがいや。あの時なんだか知らないけど、周りに人がいてない気がしたって言うんですよ。どうもあれ普通じゃないんだけど、なんかあそこあんのかなって言ったんでふっと思い出した。んですでその踏切りのそばなんですがね。私の後輩がね。そこに住んでたんですよね。下宿してたんですよ。で、その時ね。よくあの言ってたんですね。彼はあの体の方を鍛えてましたからね。朝早くにこの新聞配達するんですがね。で、私んとこ来ちゃ。 いやー実はね今日も見たんですよね朝早くに。自殺なんですよ。これはもう知る人は知ってますよ。いくつもあるんですよ。その国立と立川の間。いくつもこう踏切があって、なぜかこの踏切だけ自殺が多いんですよ。なぜか。あれこれね、専門家が言いましたけどね、まあ、はっきり言た理屈は分かんないんですが、多いんですよ、この踏切。国立の駅にむしろ近い方なんですがね、多いんですよ。 でこのですから私の後輩が朝早くにそこ通ったりするとこうシートをかぶったりね白いねシーツかなかぶって死体があってで警察が来て騒ぎになってるんですよよくから昔ね電車遅れたりしたんですよねなんであそこだけ「おかしいですよね」って後輩が言うんですよもしかしたらあのー、あそこ自爆ねーかなんかいるんじゃないですかねってっ私がその話をしたらば「あそうあそういうところ?」 ちょっと待ってよ行ってみようかなって言い始めたの。で彼がスタッフと行ったんですよわざわざあの。もちろんこうね映像用のカメラとかね曲ですから持ってるしポラだんだいろいろ持って行ったわけだ。で行ってまあ話によるとその自殺が多い時ってっのね明け方らしいんですよね。ねええ朝の早い時間帯その通勤電車に飛び込むとかねからの列車も通るんですよ早くに。それらしいんですよ で今日はその朝早くにこれがあったからってうんで少し遅れましたって聞きましたからねじゃあそれに合わせていくって言って行ったわけだまだ暗いうちこれからふっと夜が明ける頃でスタッフの一人が踏切のとこを立ったわけだ中は危ないから立てませんからで、ね、怒られちゃうしその踏切の入り口ですよね狭いとこ立ったわけだでそれぞれ隠れて別に隠れる必要ないんですよ隠れてポラー見つけたりねライトを持ってたりあとこう 映像の方ですよね、待ちータた向こうからもこっち取ってるんですよそして一時間も過ぎて取ったんですね<タッ>でやがて向こうでチカッと明かりが見えた列車なんですがね早い時間に来るこれ貨物列車なんですよそれが「フィーッ」って来たなと待ってるでスタッフが一人立ってるわけだフィーフィーッてこうだん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 こっち来るわけだ 疲れつけてますからね。それがふーっと線を照らしてだん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 疲れてくる。で、それをカメラマしてから俺とかこう撮ったことでカメラみんな待ってる。映像の方がこう回ってるんですよね。でピシャッピシャッ撮ってる。へ、えーってきた瞬間、そのふみきり寝る人ってる彼がこう揺れ出したとかって。おやつ何やってんだあれ。演技してんのか。余計なこと言ってんな。なんだろうな。っこう揺れてるって言うんだおいちょっと待ってよ。おいもしか危ないことになったらスーッと飛んでって止めれるよ。なんかおいちょっとおちょっとおかしいぞ。 お,おかしいな、どうせ、ちょっと待って、ちょっと待って、いいか、危なくなったら飛びつくんだぞ、いいか、はい、みんな待ってるわけだ、こうやって揺れてるの、ふーんって、ぐーっと来た、ど,どういう列車が分かった、機関車の姿も見えたし、ライトも見えて、すべてが見えた、ふーと、ヘッドライトがふー照らした、瞬間からがふって言ったんで、みんなわーっと飛んでて、止めたんだけど、揺れてる、だっはーっ だからその当人の彼震えてるの「おい <laughs> どうしたんだおい」って触れて「お前どうしたんだ」って怖かったこれ貨物列車がガーッてた時に突然体がね押された,たで抵抗して起きようとするんだけど押すんだそうですよであ揺さぶってたんじゃなくて押されてたんですよねだから っブっちゃったけど「えー、っ?」そんなサインあってね戻ってからさ映像を見たりねポラ見たり全部見たのさ「いらだねそれ映ってんのよ」って「えっ?」彼がこう入れてん時手はいくつもあってさ押してるんだ手だけがって「うお」それでね「なんだこれ」っつったらその後の写真なんだけどこう前つんのめてこう踏み切が飛び出そうになったのでその彼なんだけど彼の足元にさ で人がねしゃがんでるんだよねこう丸まってグーッと。こんなかな,なんか分かんないけどそんなのももちろんいないよ。あれが地場ぐらいなのかなって言ったんですよ。で結果的に撮れたんだけどこれ放送はできないわけですよね。でそのままなっちゃったいや本当にそんなことがあるんだなと思って、まあ、一旦これ話終わったんですがねそれが何年してからかな。ぶんたってからですよね。 たまたまあの私もテレビのそのレギュラー番組で私はあちこち行くんですよね。で有名人のお家へお邪魔したりとかふるさと行ったりしてたんですよ。その時にこれはっきり言っちゃうと申し訳ないから言えないんですがあのその国分寺のそこに近いとこに住んでらっしゃるもう有名な作家なんですがねここをお訪ねしたんですよね。でその時にその奥さんの話を聞いたんですよ。このの作家さんのお母さんんお母いう人が あのとてもいい人でねってその奥さんん話をするんでするででよねでそれがあったから私こうやってやってこれたんだけどその先生ですよ作家さん浮気症でもってねで実はもうお母さんのおかげで助かったんだけど私本当に自殺しようと思ったことがあったんですよって言うんですよでその家から少し行くとね中央線が走ってるんですよねそれで国分寺と国立の間なんですよ「稲川さん私ねこの踏切よく来たもんですよ」っての狭い踏切。 遮断機も何にもなんにいの。自転車は通れるんですよね。人はもちろん通れるんだけど車は通れない狭いのねでねここへ来てねで電車走ってくるでしょその時に死んでやろうと思ってでここへね稲がさん私こうやってしゃがみ込んだんですよぐーっとねでぐーっとしゃがんで電車が来たら飛び込んでやろうと思いながらじーっとしてるんだけどその時ふっとねお母さんのこと思い出したり何かしてねでどうにかそれ。 とどまったんだけどここへ来て何回も何回もこうしてねしゃがんだんですよって聞いてほっと思った思い出したほら例のその TBS ラジオのこの彼写真に写っていた彼の足元にこうしゃがんでいたってそれと全く同じなんじゃないかなってそうかあのしゃがんでいた地獄令というのは死ぬ前におそらくきっとしゃがんでいた女の姿なんでしょうねそんな気がしましたよねええー それ今だからそれ分かったんですがねそんなことありましたねそれじゃあまたいつかこの場所で「赤い半径着せましょうか」<laughs> こ <laughs> 変だな変だな<ー>いるんだろ<う>おい,おい